スタジオにご用意いたしましたこちらのパネル、女性を撮影した写真のように見えるかと思うんですが、実はこれらすべてある画家が描いた油絵なんですね。写実画と呼ばれるものです。新鋭の写実画家岡康友さんはこうした作品をほぼ独学で世に送り出してきました。今回は制作期間が半年以上という作品に迫りました。わーすごい、あ、すごい、手のしわ一つ一つ、陰影もはっきりと、今にも動き出しそうですね。わー、実際拝見させていただいて、はい、もう今驚きで頭の中が混乱するぐらいなんですけれども、はい、その壁にある作品の中でどれが一番気になりますか？私はですね、どれも素敵でなんか一個一個眺めちゃうんですけれども、これかな。こちらですかね。ちょっと女性目線で言いますと、口紅の重ね方、リップの重ね方って結構女性こだわりがあって、なんかこのリップラインの内側にこうじわっとするように、そういうところもね、あの絶妙に表現されている。でこの目線の先には何があるんだろうとか、少しこう開いた口からどんな言葉がこの後発せられるんだろうとか、この1秒先の未来をすごく想像して痛くなるような、そんな作品ですよね。ツイッターを始めたのが多分2018ぐらいなんですけど、その時にこのツイッターの画像に乗っけてすごい反響が多かった、バズった絵なんで、僕もすごい気に入っててはいたんですけど、周りからの反響をすごい感じた作品です。写真とは違う美しさがあるねって言ってほしいとは思ってますね。やっぱ絵ならではのね、美しさみたいなのは鑑賞者の人にこう持っていただけるとありがたいですね。言葉にするのは難しいけど、やっぱこう神秘性、女性が醸し出すような神秘性を、理想でいないような感じのこう女性像を描くような作品をこうずっと描いていきたいなっていう思いがありますね。細かく一本一本描いて、ここからまたさらに上から乗せるんで、一応4層構造ぐらいに考えてるんですよね。4層構造、はい、大体今これ全体で2層目ぐらいなんで、じゃあさらに2層重ねるってことですか？はい、そうです。それぐらいするとなんか透明感だったり質感とか、この場合かなりこの具象的な写実って言われてるこのまあリアル寄りの絵なんで、そういう人の場合やっぱり時間はかなりかけますね。ちょっと言葉を失うような、いやー吸い寄せられましたけれども、これはでももう構図ありきで、手の置き場とかこうやって腕を上げてくれとかいう、そうですね、まあ、かなり引きの絵になるんで、まあ、世界観だったりそういったものにかなり気を使って描きましたね。ワンピースのこれすごいですね、シワの寄り方、はい、まだまだこれで5割ぐらいなんで、そんなに褒められるとちょっとまだ恥ずかしいというか、まだまだこれからですよっていう感じですね。それを現段階で3ヶ月ぐらいで、まあ目算6ヶ月だから半年ぐらいかけて完成に至ればなと思ってます。大
学に入る頃はデザイン科だったんで、入る当初は画家っていう選択肢は全然考えてなかったんですけど、講義で東の絵画、17世紀とかルネサンスから、まあ、ずっとここねバロックとかそういった絵画を見ていくうちに、いやすごい上手いな、綺麗だなって思って、ああいう風に描いてみたいなって思ったんですよ。そこから大学2年ぐらいから油絵をこう買って一から自分で勉強して、でまあ卒業当時も就職は考えずに画家として食べていきたいなって思ったのがきっかけですかね。ヤフオクにて出品いたしましたので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。原価販売もするんですけど、ヤフーオークションっていう競売、そういったものでこう売ることが多いですね。ネットオークションでこう販売するというところでどういった魅力を感じてますか？普通の絵を売る場合だと量り売り販売っていうんですか、その大きさによって単価が決まるんですよ、はい、キャンバスの大きさ、はい、なんでそのヤフーオークションだと競売式なんで、そういう大きさとは関係なしに、いい作品だったらそれだけ値段が上がるというか、ある程度生活が安定したら自分のこの好きなように絵も描けるというか、まあ、心の余裕もできますし、専業でも描いていきますし、そういったこう経済的な面っていうのもかなり大きいですね。これまでで最も高く販売された作品というのは、はい、一番高値で落札されたのは770万っていう値段。770万、はい、それだけのお金を払っても購入していただける人がいるって、まあ、ありがたい感謝の部分がかなり大きいですけど、まあ、びっくりしますね。基本的には見たままを描くっていうことなんですけれども、そうは言っても私が見えてるものとその作家さん A が見えてるものと B が見えてるもの多分違うし、その見たものを感じる能力ってみんな違うと思うんですね。でそれをあこの人とはこんなに違うんだって思うことが割と面白いかなって今思ってます。インターネットの発達によって例えば日本の作家さんも日本だけではなくて海外でも作品が認められることもありますし、本物を見ることがやっぱり一番いいんだけれども、その前の取っかかりになるためにはインターネットとかをうまく利用している作家さんもたくさんいらっしゃいます。お客様がついてくださればそれなりに人気者にもなりますし、展示するチャンスも与えられる。制作前に歩くことが多いですね。運動不足と、まあ、気分転換という。40代のステップとしてこんな作品取り組んでみたいとかっていうのはあるんですか？まだちょっと分かんないですね。それは一応40代を生きてからゆっくり考えたいなっていう、後半ぐらいに。今は一応まあ30代の集大成ってことで、まあ、あの絵と向き合って。最後は人物の目とか口とか大事な部分を最後描くんで、あそこの部分と、あとまあ全体的にこう離れてみた時にもっとこうした方がいいなっていう、その調和の部分を少し手入れしようかなっていうので、それ含めてまあ大体完成の9割ぐらいですね。Thank you.
いいものをかけたらそれで自分で満足だし、アーティストっていう感じっていうよりなんか職人って言われた方が嬉しいのかもしれない。